蔡やけみは、朝鮮の小説家。本名は、蔡鶴松。苦悶する朝鮮を描く際の筆は、自身の貧困と土台とした、体験文学として、朝鮮分断に新風を起こした。神経後派と称され、朝鮮の貧困を描いた作家である。1901年1月21日、環境北道上津に生まれる。幼名は、唐虫谷。父は、 漢方医であり、蔡は幼い頃に父から漢文を学ぶ。父は1910年頃に家族を置いて満州に行ってしまう。蔡は四津普通学校に入学し、5年生で中退する。これが蔡の最終学歴となった。幼い頃から小説を読むことが好きで、古今の小説を読み漁った。17歳の時、李公主の無情を読んで感動し、 理に手紙を書いてもいる。1917年、妻は朝鮮での貧困に耐えかねて、母と共に、真島に移住する。しかし、そこで豊かな生活を得ることはなく、生きるために、日雇い妊婦で生活をつないだ。この頃の体験は、脱出期に綴られている。1920年に結婚するが、すぐに離婚、別の嫁をもらうが、亡くなってしまう。三度目の結婚で、 娘、白ごとを設けるが、生活は、なお非常に、厳しく、母と妻と娘を食べさせるため、できる仕事は何でもした。過労のため異病を患い、結局、この異病が、歳の寿命を蝕むこととなる。異病の苦痛から逃れようとアヘンを常用し、中毒者になっていた。1923年、マジまでの生活を諦め、母と歳子を連れて、朝鮮に戻る。 国境近くの町で仕事をして生活した。この頃、北戦日日新聞に地震という詩を投稿する。この時から明美という筆名を使い始めた。その町での生活がうまくいくかに思われたが、ある日の暴風雨によって、妻の家は崩壊し、またも路上に迷うことになる。仕方なく、母は平安堂へ、妻と娘は白津に送り、妻は放浪することになる。 1924年、イは李公主に手紙を書き、上京するから身のことを世話してほしいと頼んだ。これに対して、李は上京しても苦労するだけだから辛抱して、時期を見計らうよう返事を送ったが、イは決心し、ソウルに向かう。11月、李公主を訪ねる。李はイを家に置いてやることはできず、代わりに法泉寺を紹介し、そこで生活するように進めた。 軽気道幼衆軍橋場見説面にある、この寺で、蔡は、脱出記を書き上げた。これが分断で評価され、僕の死、飢餓と殺戮、大水の出た後など、次々と作品を発表し、神経後派文学と賛美を受け、一躍流行作家になる。この頃、古婦にも加盟するが、蔡の文学は、政治的な意図よりも、生理的、自然発生的なものであったと言える。 1925年1月、法泉寺に住んでんが、月足らずで同輩と喧嘩をし、寺を出る。李工種の根回しで、朝鮮分断の出資者である、法人への宅に住まわせてもらい、そこで、金東人などの分子と接触する機会を持つ。1926年4月8日、蔡は、朝鮮分断者の中で、蔡南前の売尺で総雲の妹である、カオルレイと結婚する。 総具とは真面目で知り合った後、久しく友人と付き合う仲だった。再び朝鮮分断者に身を置いて生活が落ち着くかに思えたが、朝鮮分断者が経営難で行き詰まり、際は筆を頼りに貧しい生活を続けることになる。1929年、学歴のなかった際に中外日報の記者という仕事が回ってきたが、 中外日報社はもう倒産寸前で、歳は2年間、報酬なしのただ働きをするありさまだった。1931年に毎日新報の学芸部長に就任するが、もう歳には小説を書く力はなく、異病に苦しみ、苦しみから逃れるためにアヘを常習する状態が続いた。1932年6月末、関空堂にある参加、病院に入院する。 7月6日、遺跡病院に移され、手術が施されたが、出血多量で、既得状態になる。利益賞、細文国、僕たち、金玄玉らが輸血に力を貸すが、ついに、9日午前4時20分、息を引き取った。その以外は、渡る有墓地に埋葬され、2年後に、文人たちによって石碑が建てられた。その後、渡るア墓地が撤去されるということで、 利権元村によって、応遊里墓地に改装された。ありがとうございます。